おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2437です。はい、今回紹介するのはですね、前回ね組み立ての方がね完了しました、こちらですね、モデルガンのモーゼル M71 ですね。こちらの方の組み立てをね前回やっていったということで、今回ですねこちらの外観ですね、こちらを見ていって、それから発火ですね、それをやっていきたいと思います。まあちょっとね、発火に関しましてはね後でお話ししたいと思いますが、まあ組み立てるのもね大変だったんですけど、発火もねめちゃめちゃ苦労しております。はい、一応外観はこうなっておりまして、とりあえずですねこちらに関しましてはまずマガジンが入っておりますのでね、まあマガジンをね抜いてお話ししていこうかなと。でマガジンに関しましてはこちらショートですね、それ以外にロングがありますよと。まあこんな感じでね、ロングは別売りです。こちらショートが最初から付いてるやつとなっておりますからね、一応こんな感じで、相談数に関しましてはこちらが10発ですね、でこちらが20発というふうになっております。で付属のカートリッジは全部で5発しかありませんので、別途ね買う必要性がありますよと。はい、まあとりあえず外観ですね見ていきましょう。で全体的にですね、前回の組み立ての時から比べてね、またいろいろ変わっております。というのも前回の組み立ての動画から結構ね時間が経っております。というのも発火がですね非常に厄介で、なかなかねうまく動作しなかったということで、いろいろね調整しては打って、調整しては打ってというふうに、ね、やっておりますよと。はい、まあとりあえず外観見ていきましょう。横がこちら、後ろですね、で反対側で上ですね、こんな感じで、下がこうですよと。こちらに関しましてはねモデルガンということで、まあマガジンでね見なきゃいけないんですけど、こちらにね当然のガスとか入りませんのでね、後ろの部分が一応こんな感じで平らになってね、マウザーとこういうふうに刻印が打ってありますよと。でロングマガジンも同じですね、こちらの方にも同じくマウザーというふうに打ってありますよと。一応こんな感じですねと。でこちらですね、まあ銃単体だけ見ると非常に軽いんですが、まあこんな感じでね、組み立ての時も言いましたけど、こちらブラック ABS なんですけど、合わせ目ですねこの辺がバキッと入ってたということで、全体的にやすって、でブラックパーカーっていうねスプレーを吹いて、ある程度ね塗装が終わって、その後に全体的にね調整の関係でシリコンスプレーがついたということで、いい感じのね質感になったかなと。一応こんな感じですと。まあ正直なところ、こちら今回で組み立てモデルをね買っておりますけど、完成品を買った方が楽だったような気がしております。はい、まあ組み立てをね楽しむことができたのと、内部構造がね理解できたんで、まあとりあえずありといえばありなんですけどね、まだ 40% ぐらいの完成度かなと思っております。はい、で一応横がこんな感じになっておりまして、ここにセレクターですね、これがありますよと。でトリガーですと。でここのですねトリガーの方を見ていただきますと、こちらがですね今のまっすぐの状態だと、これがセミのポジションですね。これを押しながら動かすとこうですね、これがフルオートです。でここですね、ちょっと分かりづらかったと思いますけど、根元ですね、ここの部分が内部機構の関係でねちょこっと動きましたと。ここの部分が少しね動きますと、まあここがちゃんと動くのを確認する必要性がありますが、ここのね稼働によってセミフルの、ね、切り替えにもなりますよと。はい、でグリップに関しましては多分これね樹脂製かなと思いますね。一応こんな感じで、中にウェイトが入ってて、ちょっとギシギシしますね。一応こんな感じです。ここにマウザーという刻印がありますよと。で反対側ですね、こちらにも刻印が打ってあって、それ以外は特になしっていう感じですね。一応こんな感じです。はい、でハンマーがこちらです。ハンマーに関しましてはね、これもですねよく見ていただくと分かると思いますけど、新品の場合はですねこちら真っ黒なはずなんですけど、動きをね調整するために削っております。そのためにシルバーになっておりますけどね、まあここは最終的にね塗ってあげるといいと思いますけど、今度塗るとねまた動作にね不安定感が出ると思いますんで、まあ、このシルバーの感じにしておくのが一番ベストかなってちょっと思っております。はい、でこちらがねセーフティーですね。打つことができるのが倒れた状態だと打つことができると。でこれですね、この状態だと打てますよと。で起こすとセーフティーですね、この状態になると。でこの状態、打てる状態にしてあげると、こういうふうに引いてトリガーを引くと最後まで行くと、まあ、こういうふうにね叩きますよと。これをですねこちらのセーフティーを入れた状態にするとどうなるかというと、ここですねシルバーのやつがポコッと出ておりますけど、この状態でセーフティー入れてあげてトリガーを引くと、はい、こちらのシルバーのやつですね、これが残りますよと。このシルバーのやつが最終的に押し込まれると、中にですね入れたカートリッジを叩きますんで、この状態だと叩かないでね安全状態と。
だからこの状態でマガジンにキャップ解約を入れた状態でセッティングしてても、セーフティーさえ入っていればこちらはね、発射されないっていう、こういうような機構になっております。ここの部分も最初のうち硬くてね、全然動かなかったんですよね。まあなんとなく動くようになりましたと。一応こちらがですね、セーフティーですよと。で、上のところにね、タンジェントサイト、これがついております。ここのレバーですね、これをグッと押し込んであげて、スライドさせると、こういうふうにね、角度がつきますんで、ここで狙うね、距離を考えると。ただ、こちらモデルガンなんでね、この部分はあまり意味ないですね。で、一応リアサイトがこちら、フロントサイトがこちらにありますんでね、一応なんとなく狙うと、まあこんな感じなのかなーっていうふうに狙うことができると。ただ、モデルガンなんであまり意味はなしという感じですね。で、通常分解するときにはこちらのレバーですね。これをグッと押し上げて引っこ抜くと。その時にハンマーですね。これに関しましては倒さなきゃいけないので、倒した状態だとここのレバーが動きますんでね。これを動かして上げたまんまの状態でここを掴んで下げると。そうすると分解することができるよと。で、分解する理由としましては、こちら発火させるとね、燃焼ガスとかがいろんなところに回り込みますんでね、その時にばらさないと洗浄できませんので、まあばらしますと。その時に使う機構ですね、ここの部分は。で、こちらのハンマーもね、こうばらさなきゃいけないんですけど、ばらす時にはここのパーツを抜かなきゃいけないので、まずこちらのシルバーのパーツを抜きますよと。で、このパーツを抜くと。で、その時に中に入っているスプリングですね、それが飛び出しますので、注意しながら抜く必要性があるっていうね、一応こんな感じです。で、まあハンマー起こしたんでね、戻しますが、これこの状態でバチンってやるよりもセーフティー入れてやった方がね、一応安全かなっていうね、一応こんな感じの機構となっております。で、ここにマガジンキャッチがありますよと。で、マガジンをですね、まあ、差し込んであげて、ここを押すと抜けるっていうね、こんな感じの機構となっております。正直私はこっちの方がやりやすいですね。以前紹介したオートマチック拳銃とかだとね、だいたいこの辺りについてるので、トリガー操作しつつ、ここだとね、個人的にやりづらいんですけど、もうね、こっちに慣れちゃったんで、トリガーから指を離してすぐね、マガジンキャッチを押すことができるので、まあやりやすいと。私はですね、まあちょっと慣れたという感じがありますけど、一応こんな感じで、ここにラインヤードリングがありますんでね、ここのところに紐とかをつけて腰にね、つなぐと落下防止にもなりますよと。ただ根元のこちらはね、一応今回ブラック ABS ということでね、ここに負荷がかかるところから割れる可能性がありますんでね、まあこれはね、飾りとしてつけておく感じでいいと思います。はい。で、ここにね、エキストラクターですね、こういうのがありまして、ここのシルバーのパーツを使ってカートリッジを引っ掛けて引っ張りますよと。で、ちょっと分かりづらいんでね、マガジンを入れてね、ホールドオープンにしなきゃちょっと分かりづらいんですけど、ここですね、こちらのところに金具っていうかね、金属パーツがありまして、ここの部分にカートリッジのお尻が当たると。で、そのまんまね、こちらのボルトが下がると、この爪がですね、カートリッジのお尻を掴んだ状態になりますんで、ここのところに引っかかったカートリッジは上に向かって廃墟されると、そういうような方式になっておりますんでね、ここの部分のエキストラクターとかはこの辺ですね、うまく調整しないと廃墟もされないっていうね、この辺の微調整がめちゃめちゃ大変でした。はい。で、あとはマガジンを抜くと、こういうふうにね、ボルトが戻ると。一応こんな感じのね、機構となっております。はい。一応外観としてはこんな感じですよと。まあ、とりあえず今のこの状態ですね、だと安定感はあるんですけど、実際に発火させるとどうなるかっていうのは後でね、映像の方を見ていただきたいと思います。で、カートリッジに関しましては、ちょっとですね、100均でこんな感じでね、ケースを買ってバラバラでね、カートリッジ入れておりますけど、こんな感じで保管しております。で、こちらですね、カートリッジがこのような感じでありまして、中に金属製のパーツがありますよと。こちらですね、ちょっと分かりづらいですけど、真ん中のところに金属製のパーツがありまして、ここの部分は向きが決まっておりますよと。こちらですね、くぼんでるのと平らなやつがありましてね、くぼんでるやつが先端部分になるように入れてあげると。で、キャップカートリッジをここに入れて、いつもですね、専用の工具ですね、これを使って押し込みますと。そしてお尻のやつをつけてあげると、火薬のセッティングが完了するという形となっております。こちらの専用工具を使わないでね、適当に入れると暴発する危険性がありますんでね、ここの部分に関しましては専用工具を使って正しい位置に押し込みますと。で、この時にですね、中のところにシリコンスプレーをね、流し込んで、滑りを良くしておかないと、またね、発火不良とか、暴発の原因になりますと。で、セッティングできましたら、マガジンの方に入れますよと。こんな感じですね。ただカチンと入れると。これをですね、10発入れるという感じかな。はい。まあ、押し込み自体はね、ここの部分の調整も必要にはなりますけど、
うまくいけばね、そのままサクサクっと入れることができますよと。一応5発だけ今入れようかなと。で、こんな感じで入れました。で、これと同じような感じでね、こっちも入れることができますんでね。こっちのロングマガジンを使うときには同じような感じで入れましょうと。で、これがセッティングできましたら、あとは銃本体の方に入れると。で、これですね、ここの部分のテンションが硬かったりとかね、中に入ってるカートリッジの影響で、適当に入れるとうまく入らずに落ちます。なので私の場合はここまで入れたら下の部分をつかみつつ、ここですね、上のエキストラクターのこの辺を持ってグッと押し込んであげる。でさらに叩くっていうね、これで最後まで入ったと。ここですね、よく見ていただくと隙間ができるんですけどね、これどうにもならないです。中に入っているここですね、これを押し上げるスプリングのね影響なのか、かなり硬いですね。これの影響もありますんで、マックスまで多分入らないと思いますんでね。まあこんな感じかなと思っておりますけど、これでですね、カートリッジの方のセッティングができましたので、あとは撃つ場合は、セーフティーがね、解除されているのを確認して、こちらのね、ボルトですね。これを引いて、こうやって入れてあげると、ちゃんとね、装填されますよと。とりあえずね、カートリッジに火薬は入っておりませんのでね、このままちょっと撃ちますが、これで、バンと。で、実際に発火されたら、この状態で火薬の力で、こちらね、ボルトが後ろに押されて廃墟をされると。こんな感じですね。で、次のやつが送られる。これを繰り返すと。で、これがですね、とりあえずセミオート。で、フルオートはですね、この状態になっていれば、トリガーを引っ張りしにすれば、こいつがね、火薬の力でガチャ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 動いてくれて、バンバン廃墟されると。一応そんな感じの機構となっておりますよ。で、全弾撃ち尽くすと、まあ先ほどもね、ちょっとやりましたけど、これがですね、引っかかるんですけど、まあ、全部ね、できると、こういう風にね、ホールドオープンになりますと。で、あとはマガジンを引き抜くと、元の状態に戻るという感じとなっております。で、これなんですけど、どこ引っかかってるかっていうと、ここの面ですね。ここの面と、ボルトの下の部分ですね。ここの部分が、摩擦なのか、引っかかりなのかね、よくわかんないですけど、これがね、引っかかっちゃって途中で止まるんですね。これがですね、ちょっとね、上に上がり気味なんですよね。もうちょっとね、下の方に行っててくれればありがたいんですけど、常にちょっとね、上の方向にかかるテンションでね、上がりきっちゃってるんで、ここの部分の摩擦がね、結構強くなっておりますんでね、全体的に鳴らすとか、あとはスプリングのテンションちょっと変えたりとかするといいと思いますからね。まあ一応こんな感じかなと。はい。一応ですね、カートリッジの装填方法と、実際の動きですね。これをちょっとね、確認していきました。はい。一応こんな感じとなっております。で、ここでですね、以前紹介しました、ウィーテックアーマーワークス製のモーゼル M712 ですね。あちらとね、ちょっと比較したいと思いますけど、ちょっとね、衝撃がありましたね。うん。モデルガンとガスガンはそんなに違いないだろうと思ってましたけど、実際比較すると、こんなに違うんだって思う部分がね、ありましたね。まず、こっちに置いてあるやつがモデルガンです。で、こちらがガスガンですね。こちら、ウィーテックアーマーワークス製のモーゼル M712 ですね。一応こんな感じ。物自体は基本的に同じなので、まあ外観に関しましてはね、あまり変わりはないと。まあ色合いとかはね、ちょっと違いはありますけどね。こんな感じ。で、セーフティーがどうのこうのっていうのも基本的に同じなので、動作は基本的に一緒です。後ろの部分をね、これ持ち上げてどうのっていうのも大体変わらないです。まあ内部機構は違いますけど、基本的にあんまり変わってない部分はあるんでね、まあ同じような感じで動かすことができると。まあ単純度サイドがどうのとかね、この辺も変わりはないので、まあこれはね、問題ないですよと。で、反対側もそうだし、セレクターの動かし方ですね。ボタンを押しながら動かすっていう。こういう部分は変わらず。で、こちらですね。アーマーワークス製というか、ウィーテック製のやつに関しましては、刻印がほとんどないですね。これがマルシンのガスガンになってくると、この辺ね、同じような感じでね、マウザーという刻印があったりとかしますが、刻印がこっちね、ないので、ちょっとあっさり気味ではありますけど、まあ一応こんな感じでね。まあ、とりあえず今のところ外観に関してはほぼ変わりはないかなと。ただですね、ここからちょっとね、おやって思う部分がありましてね。まあ、とりあえずマガジンがですね、まあ、これガス用なんで、当然ながら、こちらね、モデルガンと比べると、まあ、形状が違うと。で、底の部分を見るとね、こんな感じでね、注入口があるのとないのっていう違いがあったりとかするのは、まあ、モデルガンとガスガンなんで違いはあるのはしょうがないですよと。ただ、ここよりも一番驚いたのは、まずですね、こちらに行く前に、こっちですね。モデルガンの方の、これ、入ってないですね。カートリッジ入ってない状態で、こちらですね。ボルトを引きますが、これ引くと、こういう状態ですね。これで今ホールドオープン状態ですよと。はい。で、
同じような感じで、こちらの方のガスの方も、こちらですね、フォロワーストッパーとか入れておりませんので、打ち尽くすとホールドオープンしますが、これですね。はい。これでホールドオープンです。見ていただくと、交代量が全く違うんですね。同じような感じで位置を合わせると、こんな感じです。見ていただくとわかると思いますけど、ガスの方は、ハンマーよりも手前にね、ボルトが来て終わるんですね。ただ、こちらの方は、ハンマーよりも後ろにですね、ボルトが出てホールドオープンしますんで、これぐらいの違いがあると。で、エキストラクターですね。ここの部分も見ていただきますと、これですね。こっちのモデルガンの方が下がってるんですね。ちょうどここのところに丸いくぼみがありますけど、この丸いくぼみよりも下がってます。ガスの方は、並ぶかね、ちょっと出てるぐらいなんでね、こういう違いがあるんですね。これはね、なかなかね、見てて、あ、面白いなと思いましたね。ずーっとこっちのモデルガンばっかり調整のためにね、これガチャガチャ引っ張ってた時に、久しぶりにこっち打ってみようかなと思って引いた時に、あれ短っと思ったぐらいなんで、こういう違いがあるのがですね、まあなかなか面白いかなと。まあこれがですね、今回のモーゼル M712 の話ですけど、デザートイーグルのガス風呂の方と、モデルガンというよりもガス風呂もまた同じく、アーマーワークス製の別モデルになってくると、同じような感じでね、ガスなんだけどフルストロークっていうのもあったりとかしますのでね。まあそういうようなね、お話もちょっと軽くしてみましたけど、ここの部分がちょっと違うのはね、なかなか面白いなと。まあ当然ながら性能っていうかね、こっちは弾出るし、弾出ないしみたいな。あとセレクターをね、切り替えてフル、セミ、両方ともできますみたいなね。そういう部分はありますけど、見ていただくとね、ここのボルトの交代量ですね。これが違うのはなかなか面白いなと思いましたね。はい。まあ一応こんな感じでしたと。いうことで、ああ、そうだ。それともう一つですね。こちら。ホールドオープンした状態でマガジンを抜いても何も変わらないのがガス風呂ですね。で、こちらのモデルガンの方はマガジンを抜くとボルトがね、前進するんですね。これ実銃と同じ動き方をしておりますんでね。こういう部分を考えると、やっぱりね、ガス風呂の方もこういう風にね、ホールドオープンというかこう、ボルトがね、オープンした状態になるっていうのは確かにね、実銃と同じような感じでね、ホールドオープンできるっていうのはいいんですけど、なんとも言えないですね。うん。ずっとこっちばっかり触ってるとね、ちょっと違いがあるのはなかなか面白いとは面白いんですけどね。ちょっと衝撃を覚えましたね。はい。まあ一応こんな感じの違いがありましたということで、早速ですね、ハッカーの方行ってみたいと思います。一応セミフル打ってみたいと思います。ただ、果たしてどうかなっていうのをね、実際に見ていただきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、打ってみました。いかがだったでしょうかね。散々な結果でした。はい、あれでもね、調整とか何回か取り直してあの結果です。どうしてもですね、先ほど言ったここの部分がね、擦れて動かなくなったりとか、火薬のセッティング状態とかね、シリコンスプレーの塗り方、それによってまともに飛んだりジャムったりっていうのが結構起こりやすいかなと。で、どうしてもですね、以前紹介したブリガーディアとか M84 みたいな感じで廃墟をですね、横に飛ぶんではなく、こちらどうしても上に飛ぶんですね。なので発火不良とかが起こるとここで詰まりやすいんですね。 M84 とかになってくると ABS でね、スライドが軽いんで廃墟もね、真横に飛ぶし、非常にね、動作性は良かったんですけど、これに関してはどうしてもね、真上に飛ぶんで、飛び方がですね、真上に飛んで戻ってきちゃうとやっぱりクラッシュするんでね、この部分が結構うまくいかないのかなと。あとはマガジンのですね、ここの部分の開きとかね、こことか、あと油の張り方ですね。これがうまくいってないと、フルもセミもどっちもね、うまくいかなくなりますんでね。ほんと微調整が大変なね、ものでしたね。これに関しては、完成品をね、買った方がいいんじゃないかなって思うぐらい、ちょっとね、難しいキットでしたね。うん。まあ、これに関してはね、好きだからまあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。まあ、気になった方はちょっとチェックしていただきたいと思いますけど、何回も発火してね、調整できる根性。あとは、
調整できるスキルっていうのがちょっと必要かなと思いますけどね。まあ楽しいんですけど結構大変だったなっていうね、そんなものでしたね。はい、ということですね、全2回でお届けしましたマルシン工業のモーゼル M712 ブラック ABS 組み立てモデルガン、こちらの方で、ね、ちょっと紹介していきました。はい、今後もですねモデルガンまたですね購入した場合動画でねまたやっていきたいと思っております。はい、あとはですねおすすめのモデルガンとかねあったら教えていただきたいと思います。はい、ということで次回ですね、次回はですね以前も紹介しましたメタルビルドですね、こちらから一体ねまたちょっとね入手しておりますので、そちらをですねちょっとやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。